ウィリアム・マーウッドウィリアム・マーウッドはイギリスの死刑執行人である。1874年から1883年まで死刑執行人を務め176人を公主刑にした。年間20ポンドの給料と処刑1回につき10ポンドの部合を受け取っていた。さらに公主刑に使用した縄や死刑囚の衣服などを売って副収入を得ていた。 彼は靴屋を副業として、普段は靴の修理の仕事をしていた。彼の靴屋には、処刑人を見物するために、靴の修理を持ち込む客が絶えなかったという。死刑執行人に任命されると、すぐに家の前にクラウンオフィスと書かれた看板を出して、ここが死刑執行人の家であることを自ら示したという、公式刑の執行方法について改良を行ったことで知られている。 死刑囚の体重によって落下距離を7フィートから10フィートの間で調節した。ロープについても太さ4分の3インチのものが最良であると結論付けた。彼の行った方法は第2刑椎と第3刑椎の間に瞬時に骨折を生じさせることで死刑囚を促進させるもので最も人道的な方法として世界的に公死刑の執行方法として 標準となった。彼は、公主刑を苦しみながら死ぬ残酷な刑罰から、即死させる人道的刑罰に改良した。ウィリアム・マーウッドの老人形が、チャールズ・ピースの老人形とともに、マダム達奏館に展示されている。この老人形は彼自身が、老人形館に訪れて、モデルになって作成されたという。また、ウィリアム・マーウッドは、公主刑に使用した名や、 死刑囚の遺品などをマダムタス相関に売っていた。ありがとうございます。